ahol is járunk ki. A sidequesteket csináltunk, most megyünk a main questet csinálni. Taszkete kudasai! Ora, ora! Sassa to kane dase ya! Oi, temera! しょうもねえことやってんじゃねえぞ。あ、なんだお前は。あ、来てくれたんですね。バイトヒーロー .com の方ですよね。あ、バイトヒーロー .com。 なんだかよくわかんねえけど、邪魔するってんならあんたを先にいたぶってやるよ。でいいや、バスの役。私の番ね。なめんなよ。よし、行くぞ。やるか。おい、来た。目覚めつけてやるよ。かかってこいや。俺の番か。どう。4000 P's。 成長できるとはな。ありがとうございました。さすがバイトヒーロー .com さん、頼りになるな。だからそのバイトヒーロー .com って何なんだよ。え、違うんですか。お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。ん、ははあ、こいつが依頼のあった駆除してほしいチンピラですね。確かに人相悪そうだ。金にも困ってそうだし、変な髪型だし、最悪ですね。ああ、いや、この人は。お任せください。バイトヒーロー .com の名にかけて、すぐにレスキューしてあげますからね。死ねえ、このクソチンピラが。な、あ、キス。あ、じゃん。俺の番だな。絶対負けてやるよ。で、キベット。さあ、手置き。見てろよ。よいしょ。どうするかね。やってやろう。なんだこのチンピラ、強い。だからチンピラじゃねえって。そうです。この人は僕を助けてくれた人なんです。助けてくれた。parttimehero.com。 Most meg tudjuk, hogy mi az.先ほどは勘違いしてしまいすみませんでしたね。こんなことしかできませんが、お詫びの印としてゆっくりお茶でも飲んでいってください。はっはっはっは、じゃねえよ。ダグ、何なんだよあんた。申し遅れました。私、ヒローと申します。株式会社バイトヒーロー .com の社長をやっております。ちなみにこの社名は私の名字ヒローとヒーローがかかっていまして、で、さっきからそのバイトヒーロー .com ってのは何なんだよ。バイトヒーロー .com はアプリから誰でも簡単にお助けヒーローを呼び出せるという画期的なサービスです。ヒーローを呼び出す。困っている人から依頼を受けたら、こちらでアルバイト登録しているスタッフ、通称バイトヒーローを派遣し解決するというサービスです。
まあ、ざっくり言うと、派遣型の便利屋みたいなものですね。That is in One Punch Man, 簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんですが、今やひっきりなしに依頼が舞い込んでいるんです。へえ。だが、便利屋って大体似たようなことをやってくれる気がするんだが、なんでここはそんなに人気なんだ。実は、うちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービスも請け負っているということなんです。悪党撃退サービス？先ほどのお客様のように、チンピラなどのしょうもない連中に絡まれたときに、そいつらを撃退してあげるというものです。偉人町は、異常に治安の悪いどん底の町ですから、そういった需要が多いと思って始めたんですが、結果的に大成功でした。なるほどな。だからさっきのやつは、助けに入った俺をバイトヒーロー .com の人間と勘違いしたってわけか。そのようですね。いやはや、あなたのように無償で人助けをするような方がまだこの町にいるとは感動です。まさにあなたのような人こそヒーローと呼ぶにふさわしい。別に気に食わねえやつを殴っただけだ。じゃあ俺は行くぜ。ああちょっと待ってください。なんだよ。もしよければあなたもバイトヒーローとして働いてもらえませんか。バイトヒーロー？俺もここで人助けしろってことか。はい、うちのサービス非常に好評いただいていて、依頼が想定以上に舞い込んでいるんですが、その反面依頼をこなす側、バイトヒーローの登録者が少なくて困ってるんです。悪党を撃退できるほど強い人材ってなかなか見つからなくて、現状依頼を受けているのに助けに行けないような状況が生まれてきているんです。この町はどん底の町、一般人には危険がいっぱいです。一人でも多くの人を助けたい。でも私だけでは案件をさばききれない。だから俺に手伝えと。あなたは腕前も素晴らしいそして何より弱い人を助け悪を倒すという正義の心を持っている。バイトヒーロー .com はあなたのような人を迎え入れたいのです。もちろん成果に応じた報酬は払わせていただきます。結構なお金になると思いますし、人助けにもなる。いかがでしょう。この町の平和のためにもお願いできませんでしょうか。 For sure, for sure. わかった。どれだけやれるかはわからねえが、登録だけはしてやるぜ。おお、ありがとうございます。一緒にこの町をレスキューしましょう。なあ、俺は春日一番だ。よろしく頼むぜ。春日さんですね。では詳細の説明をさせていただきます。Lesznek olyan melók, amikor kézbesíteni kell valamit, vagy pedig le kell valakit győzni. Member pointokat, ez konkrétan a One Punch Man-es Hero cégnek, csak kicsibe. それでは町の平和を頼みますよ。ね、yeah. バイトヒーロー .com 小遣い稼ぎには最適かもな。暇を見つけて依頼をこなしてみるか。マスカーカーハッテーバー。Felfejlődtünk. Egyre jobb arcok vagyunk.
bug delivery. Ezek az utcok, amiket kapunk, ez, ahogy a személyiségünk fejlődött, ezek. Vagy ezek questek? Ezeket nem kaptam meg idáig, és most megkapom, vagy nem? Na. Jó, hát ezt megvárjuk. Amíg ez végigmegy. Ezeket az achievementeket nem kaptam meg idáig, hogy mi? Na. Csak vége lett. A maffiának a területén vagyunk, ennek a kínai maffiának. Vágatta! Kell faggatnunk a környéken lakókat. Díszlet. Díszlet munkás.
Senki nem akar nekünk infót adni a maffiára nyilván. Jó. Ilyen hülyét. Anya, ez a csávó fura! Hogy megfordult ez a nő ott a háttérben? Az is megfordul. Ah, vesz a kamera. Inkább visszafordulok, megyek másfelé. Mata. Na, bám, bám, kérdezősködésnek megvan az ára. Jönnek a gyurkeszok. Na. Csotto. Jó. Megmondtuk neki, szemtől szembe, egyenesen. Ojaj. Let's fuck them up. Csotto. Let's fuck them up. Jó. Le akarnak minket nyúzni utána. De mi nem hagyjuk. Para type se vai conseguir voltar. Estimiu.
Agyőt! Oly! Eddig nem ilyen feje volt. Megújult a feje, hogy szétütöttük. Oly! Dör! Ksza! Ne! Hogy találjuk meg Mabuchit? Ha egyik se beszél. Igen. Helyre lett pofozva az arca. Na. Ichiban. Mit találtál ki? Ki ez? Ki? Zeng. Ja. Zeng, akit elüldöztünk a hajléktalannak otthonából. Tessék, ott jön. Pont itt van. Pont erre jár. Imádom ezeket a zenéket. Mafiának a területe, milyen szép kis függvallója van. Csak tagoknak. Csak tagoknak van bejárás. あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う。ジャケットから。私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私ども疑われているのですか。不法滞在者の雇用を疑ってるってことか。そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って殺でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。
ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？はぁ？ねぇ？ホステスからしたティーク。当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定しています。いないなからんねや。私、生まれは日本だけど両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ？疑うっていうの？なんだ笑わずちゃい。そういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句、門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる。早く案内して。Csak egy hostess ajánlásával lehet bejutni ebbe a klubba, és a csaj fel akarja vetetni magát. あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だから、やらせて。わかった。無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの。じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか？あいつを、サッちゃんを信じよう。あ、で、érted valakit frissen felvesznek, az már rögtön be tud ajánlani valakiket? Egy kissé gyanús lenne. Szia, Évet! Ó! Na, mi van, valami gyár, ahol olcsóban adnak nekünk jobb cuccokat? Na, nem már. Piros a lámpa. Dur és dur. Vigyázzon, asszonyom.
Meg is jöttünk. Workshop. Oi! Sumasen! Dök. Nanka yo suka? Woman in work clothes. Clothes. バットを直してくれるって聞いてきたんだけど。あんた、ここの人？いや、ヘザティーヴェ。はい、サワ・スミレス。スミレス・サワ。こう見えても、一応ここの工場長なんですけど。工場長？あ、メローシュライン。こんな若い子が？え？若い女が工場長じゃ不安すか？いや、そんなことねえけどよ。で、直してほしいっていうのは、このバットっすか？確かに、かなり長期間ほったらかされてる感じがする。バラッ？結構錆びてるし。まあ、広いもんだからな。でも、大事なバットなんだよ。ん？っていうか、もしかしてこのバットって、勇者シリーズ？え？なんだ？それ。製造元の倒産で、一時期しか製造されなかった。めちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。ez ténylegesen valami ritka. すごい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 。egy gyártomány ez a baseball ütő. ぜひ私に直させてください。今回は特別、無料でいいですから。え、本当か？ええ、こんなレアなものをいじれるなんて、修理工妙理につきますもの。ingyen megcsinálja nekünk, mert annyira nagy ritkaság. ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速作業に入ります。よっしゃ行くぜ。最後の仕上げ。まだ一回ゲストちゃいしまるしよっと。よっしゃできた。おやにいずもしょじゃずなみがす。すげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はいこれ、お待たせしました。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。 Igen, befújta valami időtálló, időálló. 硬さも丈夫そう。ありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだな、あんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんで。そういや、ガランとしてるな。経営、あんまり上手くいってね。あんまりっていうか、全然。Na meséld, meséld, mi a helyzet? Ja, hú, ezt hol hallottam? Ezt a való világban is hallottam már. De az emberek nem javítják meg a dolgokat, hanem kidobják őket és újat vesznek. Úgyhogy nehezen megy neki a megélhetés. Legyen kéne. そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげえ腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど。ナジャピア、チナータスズズラタタザピアマベドプタトゥルクズデウメグナン。もう今の時代。メキタートメッセレティアシナーニ。修理工場。De a világnak úgy tűnik, hogy nem kell. Nem kellnek a szolgálataim. 俺、今がどういう時代なのかよくわからねえけど。こんないい腕と情熱持って頑張ってんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあ、ホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれない。いや、宮沢、
Föltornáztuk magunkat elég gyorsan. Korekaramo kono kōjō de anta ni tanomitai to omotteru ze. Sore wa wasurenai de kure yo na. Na majd mi eltartjuk a lányt. Hatsui hito nan su ne. A javítani valókkal. Ichiban, Katsuga. Namae wa? Kasuga Ichiban da. Kasuga-san ga. Sakki no kotoba ga honshin nara. Segítünk. Egy ilyen csinos lánynak bármikor, igaz? Shinpin ijō ni shite misemasu. Tada, jikai kara wa kane torasete moraemasu kedo ne. Ah, mochiron da. Yoroshiku tanomu ze, Sumire-chan. Na, kellene hozzá majd alapanyagok amúgy. Hogyha valamit meg akarunk csináltatni. Pick up. Valaki hív minket? Mi a fasz? Ja, csaj. Átment a vizsgán, az interjún. Már fel is szolgál. Úgyhogy mehetünk, amikor ráérünk. Vágatta! Gyors volt. Na nézzük csak, hogy csináltik ám. A strengthen weapon. Még így is 20-szal szarabb lesz, mint ami most nálunk van. De én megnézem, mit csinál. Deki yosugi jo. Kao attack 0, az nincs nekünk. Ez viszont már plusz 13-as lenne. Teljesen különböző dolgok elnek a kettőhöz, úgyhogy... Minusz 9-en mindig. Ez már viszont plusz 19, de zárva van. Your facility rank is not high enough. Ezt viszont szívesen megcsinálnám. Kao attack 0-t honnan szerzünk vajon? Craft weapon. Lehet, hogy ezt kellett volna először megnézni. Ez mi a gecis fasz? Nail bat. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Flaming lumber, ezt meg tudnánk. Ezt a Flaming Lumbert, ezt lehet megcsinálnom. Igen, és Craft Armor. Pirate Hat-et tudunk csinálni, Trick Hat. Ezek zárva vannak, ez plusz egyet ad. Vannak cuccaink azért. Na jó, hát akkor mondjuk legyen. Egyet fogunk tudni belőle csinálni, várjátok. Protektort ezt nem tudjuk. Mindegy, ezt hagyjuk. Funds support. Investálunk? Adunk neki ezret. Azaz! Kono gon wa kanarazu kaeshimasu nde. Na nézzük, hogy milyen gírünk van. Majd ezt felújítjuk.
Na, megyünk vissza a helyre. Ez mi a faszom? Ja, ezek a hős cuccok. Nézzük már meg egy ilyet, jó? Aztán megyünk a main questre. Confidence-ünk szintet lépett. A magabiztosság, önbizalom. Ja, ez volt a pawn shop, úgyhogy ide be kell menni, mert itt el tudjuk adni a dolgokat. Az állokházba el tudjuk adni a feleslegessé vált dolgokat. Na nézzük. 1500 simán. Annyira nem érdekel. Bronze plate. Ezeket is eladjuk a faszba. Ezeket használjuk. Ezt nem tudjuk eladni, mert a csaj fogja használni. Köszönöm, tovább, te bele tartasz. Mike Shack, nagyon szépen köszönöm a második havire subolt, bám bám. Kaptunk valami sok pénzt érte. Na mi a quest? Part-time hero. Been framed as a thief and now I'm being asked to hand over my belongings. Please believe me when I say I haven't stolen a thing. This is happening near the parking structure. I could really use a hero right now. Mit kell csinálni? Ja, harcolni. Mehet a menet. Igen, és ilyenkor mi van? Kapunk pontot, vagy? Nimmu kanryo! Kaptunk, ja. Johnny B. Good. Na milyen a gitár? Ezt nem tudjuk használni. Tudni valami zenész haverunk fogja tudni. Nézzük a térképet, itt is van valami. Meg itt közvetlen mellettünk is. Na,
Ez itt mi? Ez érdekes. Meg elmentek, itt volt az otthonunk, nem? Mint hogyha itt laknánk, nem? Vagy már átköltöztünk? Abba a Csehóba? Ó, oh, hát ez miért? Jó, csak ketten voltak jól. Baszki. És elhajt. Pedig azt hittem, kikerülöm pont. Még akartam is menni, hogy közel volt. Iron play. Na mindegy, megyünk a main questhez. Bár itt van egy hero work, muszáj. Muszáj hősnek lennünk. Milkshake, bocsánat. Milkshake vagy, igaz? Nem milkshake. Vagy Mike... Mi, na. Mike shake. Vagy Mike shake. Nem milkshake. Ez most honnan jött? Szerintem néha oldalra nézek a chatre, egy névre, és így teljesen más betűket látok. Milkshake vagy, és egyértelműen mi? Shark. Mike Shack. Egyértelműen ez így. Big Shack, vagy Mike Shack. Aha. Nem, te Milkshake vagy, igaz? Azt honnan jött, ezt ne kérdezz. Itt valami történik. De meg kell őket baszkodni, gondolom. Persze. J-Hunter, nagyon szépen köszönöm az ötödik havire subot, szeva! Köszönjük szépen! Vége a Stardew Valley-nak? De olyan farmod van, hallod? Nagyon szépen köszönöm. Dur. Aha. Ez komoly, komoly. Ennyi, ez ennyi. Én még sehol nem tartok benne, képzeld el. Nem fogjuk tudni elkapni szerintem. Hát én még annál is inkább. Te vagy Son Goku?
Na, ez a quest is kész. Már két hőstettet végrehajtottunk. Nem csak, hogy pénzt kapunk, de cuccokat is. Úgyhogy ezért megnézem a gírt, és ez optimál volt rajtunk eddig is. Itt a kocsma. Igen, erre is vannak questek. Én egy taxit találni amúgy. Csak az... Érdekes, hogy ezen a területen nincs taxizát, ugye azért, mert nem fedeztem még föl, teljesen nem tudom. Mindegy, megyünk ide. Mettem volna egyenesen. Kapják az évet. Ó. Ezen a hídon volt ez a nyílpuskás történet, nem? Pont a túloldalán? Igen. És innen lőttek. Koreaiak. Koreai öröm. Ezek nehéz fiúknak tűnnek. Nem való faszjóskák. Az igen. Ennyi volt. Dur kapta. Kapja galambokat, bu. Itt a taxi, de szerintem nem viszel minket más helyre. De, red. Ja, de hát itt vagyunk igazából. Egy felesleges taxival menni. Szeve Joker! Jól van, E-Hunter! Köszi szépen még egyszer! Jaj. Túl oldal. És itt is vagyunk az étteremnél. Itt mint hogyha árulnának cuccokat, nézzük csak meg. Na mi az? Mi? Hát vásárolnék, de nem engedi. Jó kérdés. Hát neki mentünk. Hello! Nihao! Irasszaimase! Hello, hello! Nihao! Irasszaimase! Nihao! Irasszaimase! Oh! Kurya! Naka naka! Ya, haya! どの女の子もかなりレベルが高いぜ。反転工事にこんな店があったとはな。なことより、手は。どうも。はじめまして。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。
サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。ビップ席から指名受けてそっちに着いたわよ。ビップ席？ほら、奥にある部屋。おいおい、 VIP そばあの子、中華系なんて言ってたけど本当はただの日本人なんでしょ？いや、あの子は中華系だったはずだぜそんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあなんで採用されたんだ？多分ビップルーム係ってことで採用されたのよ。ビップルーム係？ビップルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いからみんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか？そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかして全が捉えなかったしょうや。あぜ、モレスタイヤーライニョカツコヤマトシャン。誰も女の子がつきたがらないから、退入で入ったサエコって子が手がわれたわけ。はぁ、あ、かわいそうに。サエコって聞きゃまんたねおんなん。じゃあ、サエコは今、あいつと。この変態店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。サッチャン、大丈夫か？あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。オーナーやたかったにゃろが、ね、それは変態だわ。やるならキスとかおっぱい揉むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前らなんでここに？なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだね。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があってハンピン・リューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとは訳が違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだ。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってね。何？いや、やんのか？ここで素直に言えてくれりゃやらねえよ。És keresnünk kell egy kevésbé hűséges katonát közülük, aki majd elárulja. Hát akkor egy pár dologról lemaradtál. は？喋んなきゃ。おめえがホームレスから金を巻き上げてたこと、組織の上の人間に俺が聞く。そしたらどうなるかな？てめえら、俺を脅そうってのか？脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。くそ、バカなことをしちまったもんだ。あ、ホームレス相手にせこいしのぎこ言ってたこと反省してんのか？でもちょっと遅かったんじゃねえの？ちげえよ、あの時お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おい、お前ら、こいつら俺とリューマンこけにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。よし、ちょい átöltözött hirtelen. Hogy csak? Na, ne rögjek őre! Jaj, jaj!
私の番ね。見てなさい。やんのか。やんのか。俺の番だな。来いよ。絶対負けない。見せてやるよ。どうするか。してみる。どう？くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。くせ。誰がてめえなんかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て。言えば、絶対にチクらねえって約束できるのか。なあ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよ。なあ？おめえを信用しろって、そいつはちょっと。めんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って、弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった。喋る、喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長？なんで真淵さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接真淵に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は真淵さんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かにマブチさんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。Lehet, be akarták mártani ezt a mafia főnököt? おい、て、おめだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、おら呼ばねえ。だって俺、中国語は喋れねえんだ。え？あんた、リューマンなんじゃねえのか。バカ。ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本で。だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ。でも国籍があればまだマシな方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンに字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ。死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。ならば先ばらん。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんか真淵さんと口も聞いたことねえよ。じゃあ真淵の居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。う嘘じゃねえよ。本当に知らねえんだ。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに
わざわざこんな店に潜入までして。アブドゥラ・ロパシャ・トゥットゥン・マイ、アズダルーキー。フーノ・ケティ・ラ・トゥアン。ひでえ言いようだね。だっておめえ、リューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえな、こりゃ。まあいい。もう行っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことは。チクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。何を？俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくて、お前に手荒な真似をしちまった。で、お前は被害者面してるけど、元はといや、お前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ、チクらねえって。嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえから、とっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。え？他に何か知ってんのか？俺の知ってることといえば、そうだな、マブチさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使？まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってマブチさんの会社から仕入れてる店がある。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか？そりゃマブチさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もマブチさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だとなると、中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはマブチさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やマブチさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それがマブチの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易公使にマブチは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥に横浜からしかダメつい事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる、マフィア風な荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、マブチさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、横浜トレーディングコンパニーなんか、ハンピン貿易公司のバイト。いやでも、やったところでよ、マブチに会えるかはわからないんだ。とはいえ、今繋がる線はそれしかねえ。マブチな。そうさ、直接会えなくったって、マブチに繋がる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに、乙姫ランドが潰れて、みんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若いやつだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿っちゃくれねえぞ。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。いやいや、もんかねえくれ。だな、ハルワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。リボドントドンバーキャルワネアザカス。情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。うなる4番民家。あのよ、ねえ、明るいんちゃったこいつね。俺がホームレスから金を取り上げてたこと
本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさは。何度も言わせんだよ。大丈夫だ。でも、あんたもなんで急に半品貿易講師の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら、仮になっちまうからな。だからよ。借りたなんてやめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。いや、ビアブスか。今度からはキスとかお触りだけにしとく。それならいいんだろ。一番やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。a farkas szívű. Ne. Ajjaj. Figyelnek minket. Új. Vagattál. Na miért, mi volt a baj az Xboxodnak? Kéne egyet gyorsan kajálni már. Na, hol a bejárat az? Na, hamburgerező. Jó, kérjük ezt, igen. Ezt a menüt. Itadakimasu! De mi a... One X? Arigatou gozaimashita. 360? Szeretem az ilyen kevésbé commerce burgerezőket, ti nem? Hát az enyém az... ott már nem működik. Taxival nem tudunk oda menni, hova kell? Hol vagyunk most? De szerintem oda tudom. Tessék oda. Ja. Csirke... csirke... nem csirkefogó, csirke... csibész? Csirke csibész talán. Az jó cucc. Milyen kis eldugott hamburgással úgy jelentne, vagy bodega és valami isteni finom minden, plusz tök olcsó. Aha. Na, megnézem majd.
bodega. Pontoga? Vannak ilyen jó. Csirke csibészt ajánlom, ez a 5-6. kerület. 5. kerület talán. Utca. Akkor a Bamba Marha Burger is elég fasza. De nyilván akármilyen ismeretleneket nem szabad, mert ott ki tudja milyen körülmények vannak az étteremben. Sikerült lerázni őket. Taxival kellett jönnünk. Valamik van közöttük. A tesóm én is. Nem ilyesködj. Alap. Karácsony alatt inkább. Most az az állapot van, hogy megeszek mindent, vagy megeszek a Bálinttal mindent, ami van a hűtőben, meg itthon, és utána, ha ez kiürült, onnantól kezdve jön az egészséges étkezés. あいつなら襲われても追い返すぜ、きっと。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。やだ。 忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？いいの？おお、それ代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。 あんた、優しいんだね。ん？なんでもない。ありがとう。ここって？まあ、そういう場所ってことだ。文句言うなよ。俺たちはブリーチジャパンからここを守るために 2階を曲がりしてんだ。知らなかった。偉人町にこんな場所があるなんて。おう、ついに女を連れ込むようになったか。誰の女だい？ちげえよ、そんなんじゃねえ。そうよ、違うよ、おばちゃん。おや、そうかい。ん？私はね、こいつらにかけたの。で、私も命を預けようって決めたの。 そういう関係なんだよね。うん。さっちゃん。大丈夫か？そんなこと言って。いい女に言わせたんだから。あんたたち後悔させない。アニョラストリフォーガーマンにショック。もちろん。全力で頑張らせてもらうぜ。 Tetszik, de nem játszom vele. Nem vitt rá a lélek, egy hónapja nem játszottam vele. Csotto! Magyika! Né! Main story 53 óra, az igen.
Az igen. Na, meg tudjuk végre, hogy mi volt a románcnak a vége? Itt a hajléktalan csávóval? Na, a Randira akarja hívni a lányt. Hova vigye első randira, és mondtam neki, hogy a moziba. Mi van a csajjal? Az egyik szemmel? Valaki bántotta szerintem. Van csávolja és bántja. Vagy az apja. Vagy valakie. De ezt most nem tudom, miből szültem le. Na, azt mondta, hogy beütötte a szemét, bízunk abba. Ezt szokták mondani a lányok sajnos, akiket bántalmaznak. Azért gondoltam rögtön. Meg nagyon lesütötte a tekintetét, leszekte a fejét. Na, semmit nem érsz el azzal, hogy kérdezősködsz, hogyha nem akar elmondani. Még bízni kell a szavába. Aztán, hogyha egyéb jeleit mutatja, akkor cselekedni. Jó fej, Chelsea. Lesz itt még ennek a történetnek folytatása, úgy érzem. Hogy kikupálódott a csóka. Menjünk a mozihoz, hogyha oda megyünk. Ami... mozi... ugye, fasz... hogy melyik a mozi. Megnézzük. Oké, és kösz a segítséget. Oké. Ürdött a Bálint? Jó. Oké, és... mit? Jó, oké. Köszi. Na, háj, kösz. Anyukám.
segített a Bálinttal, vagyis felhívott minket, hogy a Bálintba átmehet-e hozzá, mert itt lakik nem messze. Úgyhogy átment a Bálintba, szeretett lenni. Na, de hát nem úgy volt, hogy itt találkoznak a srácok? Watch with someone. Nem mindegy, megnézzük. Egyértelműen Szalkóval fogunk mozizni. Na, milyen filmet nézünk? Ezt meg nem láttuk. Heartwarming comedy about an overworked employee and a cunning corporate spy. Hilarity and hijinks ensue in this classic cat and mouse game. Oké, tehát 2000 yenbe kerül a jegy. Lehet, hogy elő kell hívni a romantikus filmet? Ugye itt az a lényeg, hogy ne aludjunk el. Minna wa Christmas ni shain ryokou de onsen. Nano ni boku dake norma mitatsu dakara shigoto da nante. Nanda kono oto? Konna jikan ni kaisha ni hito nante. Masaka sangyo spy? なんか急に眠気が。Nem szabad elaludnunk, ezek elaltatnak minket. Ezek a bárányok. Ugye? Na, hogy átvitt értelemben bárányokat kell számolni, hogyha el akarsz aludni. Csirkéket nem szabad leütni. Na, itt már volt rapid. Az első részét kibírtuk a filmnek. Nem utakadta! Japánban simán. Én majd tervezek a bánkával utazni amúgy. Először országon belülre, szép helyekre, hogyha vége ennek a szarnak, és utána egyre kíjebb és kíjebb és kíjebb. Meglátjuk, hogy hogy viseli, meg hogy viselem én, milyen lesz. Hurae! Lankébele trap! De... Ha! Jókerareta! Ja, cugi wa... これだ。給湯器熱湯攻撃。やっぱ映画館って眠くなる。あら、そんけどなテーマ。Csirke jön, akkor azt nem szabad mondom leütni, mert a bosszút állok. Azért vagyok elővigyázatos, nem nyomom azonnal. Rush mode. What is that? What is rush mode? Több pont, ennyi? Ennyi. Jó, jak rasztosin, de ne! Jatta! Sangyo spájot tukamáta zó! Boku da ってやればできるんだ! 早くこの話をみんなにしてやりたいな。あ、社長、僕やりましたよ。
産業スパイから会社を。え、備品壊したから減給？そんな。映画って本当にいいもんだな。悪くないんじゃない？おう。今日はありがとう。Nem gondoltunk, mert annyira őt nem érdekelte. Oké. Itt mi van? Itt egy szép, ezt nem tudjuk nézni. Csak az ez is szép. És itt? AVC. És itt? Öltöző. Nem hívtunk elő más filmet? Mindegy, tök mindegy. Megyünk innen ki. Hát, hogy elő kell hívni valami romantikus filmet, hogy... Ez mi? Ja, arany szép bent. Na, mennyi az idő? Na, még megnézzük. Megnézzük. Láttam volna, aha, itt egy sidequest. És taxival fogunk oda menni. Azt megnézzük, aztán lépek.何年か前に見た映画のタイトルがどうしても思い出せないんだ。感動系の映画でもう一回見たいんだ。何だったかな。ボーイ、秘密があるな映画で、君の、いや、俺の膵臓が叫びたがってるんだみたいなタイトルなんだが。なんだそれ。主人公の内臓大丈夫か。おじさんが断酒する映画なの。いや。もっと爽やかな青春を描いてた映画なんだが、まあ今度そんな感じの見つけたら教えてやるよ。俺の胃袋がもたれているんだ。だってか、胃もたれの映画じゃねえよ。こりゃ思い出せそうにないわね。どちらまで行かれ。あとバイチキットドゥンマゾグね。ezen a területen, úgyhogy kb. Többet érünk vele, hogy a gyalog megyünk. Jó, balhé! Biciklivel kell az ilyet lerendezni. Egyértelmű. Itt ez árul van, azt hiszem ez árul nagyon drágán dolgokat.
Igen, kibasz a drága minden. Arigato! Köszönöm. Ott volt a maszk. A maszk az emberen. És ezeket a taxikat nem tudom használni? Vagy ez most hogy van? Most nyitottam meg. Remélem. Kinőtt a növény? 4 darab paradicsom. Na nézzük, ezt a sidequestet még megcsináljuk, aztán. Aratamete miru to dekei ki da na. Konnichiwa. Anata mo sanpo desu ka? Tenki ga ii to soto ni detaku narimasu kara ne. Ah. Ne, Kana-chan. Anta tachi mo sanpo shiten no ka? Ee. Itsumo heya ni tojikomotte ite wa 元気になるものもならなくなってしまいますからね。時々こうやって外に出るんですよ。そうか。どうせ何をしたって元気になんてならないよ。あの柿の実が落ちたら私の命も終わりなの。もうまたすぐそういうことを言って。すみませんね。なんか。いや、気にするな。それじゃあ私たちはこれで。行こうか、かなちゃん。うん。あの子は病気か何かなのかね。柿の実が落ちたらか。Hát ez egy elég szomorú történetnek a kezdete. Na de. Megcsináltuk, vagyis hát elkezdtük ezt a sidequestet, meg jól belementünk a main storyba is, és kb. Pont időbe fejezem be. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Holnapi napon nem tudom, hogy hogy leszek, mert jönnek a Bálint Káér 4 és 5 között. És aztán meg lesz programom 7-ig, 8-ig bezárólag, úgyhogy utána viszont valószínűleg jövök. Úgyhogy a holnapi napon nem 3 órakor fogok streamelni, hanem valószínű ilyen 9 óra környékén. De hát úgyis péntek lesz, úgyhogy várlak titeket holnap 9 órakor, addig is jók legyetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a támogatást, a figyelmet és a türelmet, vigyázzatok magatokra, szevasztok!